車が、うん、そのコラちゃんとエッチなんかするから。まあでも私もだから、うん、あの二人は付き合ってんの？まあでもたくまくんとコラちゃんは分かんないですけど、性病同士だ、うん、なんて付き合ってないんだ。感じた自己判断なのなったことは。今月まゆたくまと宮古島旅行する件。あ、それ嘘ですね。嘘、はい、行かないのね。行かないです。全くの嘘です。性病は治そうよ。だから宮古島行くの夢聞くんだよ。たくま夢聞くんで行くんだ。そう、まゆちゃんじゃなくて私じゃない、うん、別れてないからって養分がコメントしてる。え、養分なんて。養分、コラちゃんは病院行って一番ひどいレベルらしいから、まゆちゃんは自己診断だから病院行って見てもらった方がいいよ。え、それって自然治療になんないの？自然治んないの？いやどうなんだろう、まあ、間違いないんじゃない？もう私だってもう今、うん、いやなんか、ね、治りかけ痛かったし、うん、なんかちょっと痒かったの、うん、ヒリヒリ治らない、治らない、病院行けよ、うん、治らない。でもね、感じたは治る。症状が収まってきたんだけどね、うん、あ、ユーブなんかそれを医者に聞けよ、痛いんだろ。え、今もう痛くないんだって。痛くない、うん。明日病院行くか、一緒に行きます。うん、ひびらすだけど。そうですね、うん。え、それって、うん、初日で分かんのかな。あ、分かるとこと分かんないとこはね。あ、そうなんだ。早いとこは早いよね、結果が、うん、折り返し01と一緒に行ったことあるけど。私もだからこの前配信でそれ相談して、うん、こういう症状ってそれ感じただよって言われて、うん、感じたのはすぐ分かる、うん、その日に分かるよ。佐野クリニック行く？佐野先生に川崎だけど鑑定してもらえます、うん、先生に聞くか。じゃあ一回、はい、お願いします。先生です、すいません、何回も。はい、あのですね、はい、まゆちゃんが、うん、なんか性病の疑いがあるんですよ。なんでちょっと見てもらってもいいですか、明日。おまんこ、なんかわんこがかゆいって言うんですよ。うん、だから性病だよね。性病ですね、うん、症状言って、まゆちゃん。まあでも今はもうちょっとピークの時はヒリヒリして痛くて、うん、でなんかちょっと織物が出たりとかして、うん、でも匂いはしない。クンクンしてもらっていいですか、先生。クンクンと、うん、クンクンってクンクンと匂ってもらっていいですか、明日、うん、織物がなんか出るらしいんですけどね。でもそれが、うん、薬局行ってその膣剤のやつをやって、うん、治ったと思います。治ってると思うんだけどね、うん、でも正直今生理中だから分かんない。ああ、うん、え、匂いは、色は、色とか。うわ、なんか白白いんですって、うん、先生、織物が、うん、それを試験管に一回入れますか、冷凍しますか、一回研究所でちょっと顕微鏡で、うん、うん、はい、はい、生理なの今。今生理中。先生今生理中らしいです。だからエッチできないですね、生理中はね。うん。ダメですよね、生理は。先生、お母さんにちょっと聞いてもらっていいですか。生理中ってエッチしていいのか。お母さんなんて言ってます。生理中はエッチはしない方がいいんですか、やっぱり。
や。お母さんダメですか？うん。音なしに。取れ高はあんたけど。取れ高。取れ高はあるんですか？うん、あるの。はい。お母さん。うん。はい。あるけどさ。はい。どこ行ったのって言われたらさ、はい、まさか隠れて買わなきゃいけないじゃん。はい、俺、俺びっくりさ、うん、寝てたんだ、佐野さん。寝てた、うんうん、え、来るのはいいよ。はいはい。でも配信外。ああ、配信がなっちゃうか。あ、そうなんだ。じゃあ違うクリニックにちょっと電話します。はい、はい、すいません、ありがとうございました。はい、はい。ダメだね。生理中って、病院行っても意味ないのかな。生理終わった後の方がいいのかな。どうなんですかね。それコメントであったんですよ。私今2日目検査無理？いける？生理中でも行けますか？大丈夫だって。終わってからだよねって言ってる人もいる。終わってからっていう人もいる。終わった後って言ってる人いる。大丈夫って言ってる人もいるけど。血液検査。私確か今2日目。一番多いじゃん、量が。生理中は避けてねーって言ってる人もいる。終わった後の方がいいよって。そう、女の子の日なんですよ。生理中は無理。うん。うん。終わってから、終わるのいつ？もうあと4日後とかかな。あと4日後、うん、じゃあ生理終わってから行こうか。行きますか。あ、たんた、いつも行ってるとこあんの病院？いや、ないですね。産婦人科ないです。ないの？ないです。病院行ったことないの？あります。最後行ったのが足立区。足立区なんだ。じゃあこの辺で探さないとね、はい、近くで。そうですね。うん。たくまくんだ、最後いつしたの？北海道入る2日前とかですか、ね。はい、それいつ？何月？5月の、うん、あ、6月の6月？え、今月？今月って何月？北海道行く前にやったの？そうですね、2日前。どこでやったの？たくまくん家で。はい、最近やん。そう、じゃあそいつやん。どっちが最初になってたの？たくまがなってたんじゃないの？いや、でも私だともう免疫弱まってるから、うん、本当にダウンタイム中？ダウン、そうですね。え？生理中でも検査可能、可能は可能だね。あ、でも生理中に行うと、検査すると精度が落ちるからおすすめはしないってだけで、うんうん、あ、なるほど。生理中はできるけどっていう話だね。治ってる方がいいね、生理、うん、精度が落ちるんだって、生理中は。あ、その検査、血が混ざるから、うん、だからミスるかもしれない。そうそうそう、だから生理終わってからいいね。そうですね。だから今やっぱ4日ぐらい待ってもらわないと、うん。北海道行く前にパンパンにしと行ったんじゃなくて、スカスカで行ったんだね、北海道ね。そうですね。なのに、うん、コラちゃんとセックスするって、うん、たくまくん性欲が異常だね。どんだけパンパンなんだよ。ですね、たくま、うん、金玉、まあ、性欲どんだけパンパン、強いんだ、性欲が。そうですね、異常だね、うん。コラはヘルペス確定だって。まあ、じゃあ私病、生理終わったらじゃあ行きますね。行こう、うん、生理終わったら、うん。ちなみにヘルペスってどういう、ヘルペスって性行為でなるんですか？ヘルペスは何でなるんですか？ヘルペス、ストレスとかじゃない、疲れじゃない。あ、ヘルペスとかも、うん、免疫系？免疫じゃない、ヘルペスは。ナイスです。かなり痛いよ。激痛になんか歩行困難になるよ。ウイルス、免疫が落ちたらなるよ。口
口でもなる行為で性行為だよ性行為もし性行為なのであればあの、うん、私ガチであのタグマ君以外としてないから、うん、もしそれが本当なのであれば私発信っていうのは 100% ないんですけどね、うん、タグマだ私本当にタクマ以外と本当してないですじゃあタクマ発信、うん、タクマが誰か違う女とやってるとまあ分かんないけど私はタクマ以外としてないガッチのリスナーか配信者かやりまくりだな、うん、ガチでないです、うん、いやガチでないです誰とやってんだ本気でないそのセフレいっぱいいるのタクマって分かんないけどうん、私性行為は本当にタグマ以外してないから、うん、一途なんだねまゆちゃんは私だから、うん、去年、うん、性行為した人が、うん、タクマと、うんまあ、韓国の元彼、うん、で今年もタクマとしかしてない、うん、ずっとタクマとしかしてない私、うん、アンブレラかアンブレラですあ、うん、奥さんいるんだっけパパはパパ駒井くん、家臣山田、うん、駒井駒井くんとやってない駒井くんに聞いてみてじゃあ駒井くんにコラちゃんもタクマだけだって、うんうん、家臣くんはないマジでない、うんガチでないですね、うん、性行為いつもあのタクマくんでやるときは仲良しなのゴムつけてんの生で外出し半々ですね仲良しもあるの、赤ちゃんできたどうすんのそうですね責任取ってくれるの泣き寝入りになっちゃうねダメだね仲良しちゃうそうですねピル飲んでんの飲んでなかったじゃあダメじゃんなんで気持ちよさが優先しちゃったのかな女も気持ちいいなやっぱあんな感じするといやなんかもうすぐ生理だから大丈夫って、うん、子供を作ろうとしてんのかな北海道行く前その北海道の2日前に仲出ししちゃいましたダメだよなんか大変なことになるよ後々はそれなんか大丈夫って言われて、うん、そうなんかな大丈夫って精子が薄いからいや生理だから、うん、もうすぐ生理だったからなんで男が女の体を知ったく口聞くのそれおかしいよ何も知らないですよ中卒だろたくまって分かんないです性教育もろくに受けてないんだそいつはうん信じるなよ嘘に決まってんだろパッパラパラだなんなやつお前、はい、小卒かまあでも私は本当にそのヘルペスが性行為で打つのであればそれは絶対にあのタクマ君とし私はしてないとしか言うマジで、うんうん、もう縁切りなもういやもう切りましたやめて、うん、そういうの本当に切りました、うんうん、まゆちゃんも性欲強いんじゃないいやムラムラしちゃうんじゃない どうだろうタイプの男だとはいや、どうだろう好きな人にムラムラしちゃうそう好きな人だったらうんまあムラムラしてんだろうどうせお前今ですか、うん、それ言えないですムラムラしちゃう生理終わったら病院ねそうですね、うん、あよかったら誠司さんにナイスお願いしますあナイスお願いしますナイスお願いしますまゆちゃんにアメリカンドッグお願いします ありがとうございますちょっとうん、相談受けてもらったので誠司、うん、さんにナイスお願いします誠司さんにナイスお願いしますアメリカンドッグまゆちゃんにもありがとうございますうん
だからずっと下に生理さんがいるから、うん、なんかそわそわしちゃって、うん、生理さんっつったの。生理さんが生理ね、生理さんが、うん、生理じゃない俺、生理ね、生理さんが似てるけどね、うん、そう、うん、あ、無料アイテムありがとう、ややこしいね、生理と生理がね、ややこしい。そうで、さっきエイジが政治に怒ってて、うん、そうだね、もうわけわかんなくなっちゃって、うん、ガチ恋さんなの。え、悪いことしちゃったね。いや、ガチ恋エイジさんね。じゃ、違うの、わかんない、どうなんだろう、うん、そうなんですよ、うん、なるべくエッチしないでしてね、うん、エッチは控えめに。いやいや、しないです、うんうん、しないです。あの、好きになった男ができた時辛いね、そんな遊んでて。いや、遊んでない、本当に遊んでない。付き合ってないんでしょ。付き合ってないのにエッチしちゃったんでしょ。まあそうなんですけど、うん、後々本当に好きになった人ができた時辛いで、それ、うん、お前さ、たくまとエッチしてたよなって、付き合ってないのにまた繋がってんじゃないのとか不安になる。ああ、そっかそっか、うん、一生あの幸せにならない。そうですね、そういう女は、うん、うん、ダメだぞ、大事にしたいの、まあ、自分の体を。確かにね、確かに、それはそうだな、うん、火薬だのこと聞いて、何が火薬さんだと、ずっと、ま、昔だの、大昔のことだよ、うん、眉が迫っていってんの、喋っちゃったの。いや、違います。力から違います。力から性濃いの、うん、自分から逆っちゃったの。いやいや、そういうわけじゃないです。まゆちゃん病気が、津軽海峡を越えて北海道に行ったんだぞ。強すぎだろ、まゆちゃんの病気が、うん、北海道。いや、だからそれが私発信かは分かんないけど、うんうんうん、津軽海峡冬景色、うん、だってヘルペスが性行為だとするのであれば、うん、私本当にタクマ以外してないから、うん、タクマくんが眉だって言ったよ。だからそれは私にヘイト向けたいからじゃないの、うん、でもそれ分かんない、本当にそれが性行為でできるのか、うんうん、免疫だったらまだ分かんないし、うんうん、タクマ眉からってゴム買うか、もうゴムつけなさい、はい、うん、そしたら性病は防げるでしょ、うん、生フェラ禁止、ゴムしてフェラしてください。え、ちなみに、うん、そのヘルペスって下もなったら、うん、口にもプツプツって、なる、私なってないです。あ、なってないね、うん、うん、綺麗、なってないです、うん、私、はい、口は違うもん。口には出ないよ。出ない、別だから。また別だから。これもなってないよ。いや、下があるかよ。下だけあるかよ。完全に別。口は別。そういう問題じゃないんだよ。君から映ってるんだよ。被害者たちがみんな言ってるんだよ。眉からって。だからその私からっていう根拠はどっから出るの、だって、ヨブさん。私からの根拠。電話するか一回。はい、じゃあタクマが言ってたからタクマが言ってることは絶対なの。岩本先生、よろしくお願いします。はい、はい、でね、ええ、あの根拠はとかじゃないですよね。タクマくんが眉から移されたって言ってるんですよ。はい、あなたセックスしてるんですよね。してますね。で、そのタクマにも仕掛け症状もさっき言ってましたよね。そうで、下が痛くてって言ってましたよね、さっきあなた言ってましたよ、配信に言いましたよね、うん、痛かったんですよね。そうですね、あの自覚症状あるんですよね。で、調べて、で、これ多分あの自己診断でしょ。まあ自己診断ですね。病院行ってください。あなたのせいで、あなたのね、性病が、うん、津軽海峡を越えて北海道まで上陸してんですよ。
で、コラちゃんは病院に行ったんですよ、はい、そしたら一番ひどいレベルのヘルペスプラス3末期、ここまで来てんですよ、はい、あなたの病気のせいですよ。まあちょっとね、ね、診断されてんですよ、はい、で、コラちゃんは誰に移された？タクマくん。で、俺タクマくんにも直接聞きましたよ。で、タクマくんはどんな症状なんですか？タクマくんはね、そこまでひどくないって言ってましたね。タクマも痛がってるってこと？いや、タクマくんは痛くないんだけどね、タクマくんも、まあ、自覚症状はあると。で、俺が聞いたんですよ、誰からそんな汚い性病もらったと。あの、まゆちゃんって言ってました。あなた自覚症状あるんですよね。そう、だから私たくまくんと性行為した。あなたはセックスしたんですよね。はい、はい、で、その時あなたはマンコ痛かったんでしょ。そうですね。じゃあ、あなたじゃないですか。いや、でもそれが性行為後だったんですよ。いや、後とかじゃなくて、うん、ね、で、一緒に薬局行って、たくまと。たくさんの人に海を越えて北海道まで病気が行ってるの。コロナと一緒よ。ね、海外から日本に渡ってきてと。あなたね、北海道の人がこれから性病でもっとひどくなったら責任取れんですか？でもそもそもね、あの、はい、私、まあ、たくまとその性行為した後に、なんか痛くって、で、症状を言ってて、一緒に薬局行って膣剤の薬買ったんですよ、一緒に。たくまで、たくまもそれは知ってるのにゴムをつけないで、ね、そのね、コラちゃんとやるのはおかしくないですか？いやいやいや、だって私がそういう症状っていうのを知ってるんだから。汚いと、うん、で、その汚い根源はどこだと、うん、要はそのバイ菌はどこから来たと、あなたにたどり着いたんですよ、うん、だから私がそれをさ、たくまにちゃんと相談してたしね、相談じゃないでしょ。あなた病院行きなさい、うん、じゃ病院行きますって、医療終わったら行くけど、そのコラちゃんの責任っていうのは私にはない。それはタクマの責任だと思う。それでちゃんとタクマに言ったんだから、全部全部私のせいって、ちょっと困ります。それはセックスするな。あなた病気の自覚症状あってなんでセックスするんですか？いや、だからそれセックスした後にその症状出たので、タクマと、え、ちょっとこれなんかおかしいってなって一緒に薬局行ったの。タクマと、タクマとちょっとこれおかしいじゃないでしょ。あなたがおかしさをね、おかしいことを感じたんでしょ、その行為後にね。ね、あなたは痛い、タクマくんは痛くない、うん、ね、いや、でもなんかその時でもタクマもあれ、なんか俺も異変感じてきたって言ってたけど。だって言ってたもん、タクマくん、うん、なんて言ってたか分かりますか？知らないです。まゆちゃんのマンコにはカビが生えてたって言ってた。だからそれは感じたじゃん。だからだから、うん、それも含めてお前性病何個持ってんだって。いや、だから私は感じてたと思うけど。なあ、お前、うん、性病それをちゃんと調べなさい、うん、でもそれはね、ね、はっきり言うけど、でもそれはね、養分さ、まずあの、ね、それはとかじゃなくて政治には移すなよ。そしたら俺、友達やから許さねえかな。お前絶対ダメだ。でもね、ヨウブさんね、これはあの、その感じたって3人に1人になる病気で、結構これ ねみんながね悩まされる病気、ないから、病気なのにも。あなた痛いって言ってますよね。感じた痛くないでしょ。ヒリ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 痛かったんでしょ、あなた。だからそれは感じたなのに性行為をしたからヒリヒリしたのかなって。お前性行為なんかしょっちゅうしてるだろ。アバズレなんだから。いや、してないよ。ねえ、うん、だからまず病院行って検査してもらいなさい。で、まあ生理終わったら ね行きます。お医者さんに見てもらって。ヨブ先生、これ、はい、まゆちゃん今責められてますけど、これ逆パターンないですか？コラちゃんがやりまんで、コラちゃんから移されたパターンないですか？はい、いや、もうちょっとね、なんか証言があったんですけどね、前から痛い痛いって言ってたって。前から痛い痛い、うん、北海道でなんか。いや、だけどコラちゃんが病院行ったのって今日なわけでしょ、今日、うん、昨日、うん、で、診断結果。じゃあ、まゆちゃんは最後いつセックスしたんですか？だから、たくまくんが、はい、今6月だよね。6月の、7日に北海道行ってるから、はい、6月の5日かな。6月の7日、5日？ほんじゃ1週間前。6月5日かな。はい、2、4、
うん、1週間前ぐらい。そうですね。ほんじゃあそこからコラちゃんに会ってると。そうです。たくまが北海道行く前に、配信してましたよ、コラは。たくまが北海道行く前に配信してました。北海道でコラちゃんがおまんこ痛い痛いって言ってたって、なんか証言が。お前らね、コラちゃんもマユちゃんもそうなんだけど、お前らどっちもしょっちゅうセックスしてるから、どっちのじゃ悪の根源。知らないけど。いや、どっちが最後やったの、最初にやったの。は？いや、それはわかんない。わかるでしょ。わかんないよ。マユ？ね。どっちが最初？それ去年付き合ってるから。出会いは私が先かもしれないけど。じゃあお前ら代わり番号でセックスしてるから、うん、な病気になるんだよ。いやでもそれはなんかタクマ絶対に してないって言ってたけどね。してるだろ。俺は絶対にコラとしてない、してないからって。タクマがさっきね、うん、コラちゃんに移されてタクマがそうだねって言ってんだからセックスしてんだろ。絶対にしてないって言ってたけど。絶対にしてるだろ、うん。で、本命は俺聞いたんだよ、まゆちゃんとコラちゃんどっちが本命なのって。まゆちゃん的にはどっちだったと思う？いや、今コラちゃんだと思いますよ。そうだよ、コラちゃんなんだよ、うん、え、そう？俺はいつも本命にされないんだよ、うん、え、ブーちゃんも影あるよね、なんかブーちゃん。違うの？ブーちゃんは違う。ブーちゃんは違うんだ。まゆ、お前わかるか、うん、な、整形する前にやることあるんだよ、性病を治す。わかった？まあ、性病だから4日後。いや、厳しいこと言うようだけど、はい、本命になれない時点で、はい、いくら整形しても一緒なの。別に、ね、そういうために整形してるわけじゃないから、自分のモチベとか、うん、なりたい、ね、なりたい顔とかさ、そういうのでやってるだけだから、誰かのためにしてるわけじゃないからね。それはなんか偏見持ちすぎる、はい、いや、そのモチベーション下がらないと性病にもなれないよ。まあでもそのヘルペスはちょっとまだわかんないけど、もしそれが性行為なのであれば、それは、あれ？切れちゃうか。あれ？あれ？あれ？切れちゃった。あ、すいません。はいはい、うん、切れちゃった、すいません。ああ大丈夫ですよ、はい、で、まゆちゃん何ですか？まあだから4日後に行ってきます。生理中は、あのね、うん、そもそもね、あなたね、どうぞお話しください。あの、痛い時点で病院行かないと、普通に考えて。まあね、あなただってホテルだなんだって温泉だとか、あなたたくまくん入ってんでしょ、うん、どうすんの他のお客さんに移ったら。いや、さすがにその症状が出てから温泉とか行ってないですよ。ねえ、うん、ちょっとね、なんか人のことを考えないと。いや、さすがにそういうのはしてないけど。はっきり言うけど、うん、政治の今何助手席座ってるけど、ペットシートがなんか引いたの？引いてないです。あ、でも今ナプキン引いてます。そういうところもね、いやいや、そういう問題じゃない、ちゃんと引かないと、うん、ナプキン引いてますよ、ね、ちゃんと。いや、引かないと、ちゃんと。あのパチオジみたいに映るかもしんないんだから。まあ、わかりましたけど。いやいや、あなたが逆ギレする立場じゃないから。いや、そんななんか性病汚い汚いって言うけど、はい、いや、その感じだ、そのヘルペスはわかんないけど、私多分感じだったと思うの、はい、いやいや、まず病院行ってから言い訳してください。病院に行かないのに一生懸命私は何だと思うじゃん。じゃあもう私4日後に行くって言ってるじゃないですか。それこれ以上話す必要がないじゃん。じゃあ、あのね、私が言ったからあなた病院行く気になったんですよ、ね、もうしつこい、養分しつこい、マジで。ね、行くってば、4日後行くっつうの。俺が言わなかったらあなた病院行かなかったんですよね。いや、今誠司さんと話して行くって決めたんです。そのね、あなたの電話の前に。俺だから、あなたの体を一番考えてるのは私です。誠司に依頼したのも私です。
じゃあ電話してくれたらよかったじゃないですか。養分さんが私に電話してきたらよかったじゃないですか。じゃあ、いや、コラボあげてって言ったけどお前逃げてたじゃん。いや、なんかうざいハト来たんで。いやいや、うざいハトとかじゃないだろ。だ、攻撃的に来られるともうイベント最終日だから嫌だったんですよ。あのイベント最終日に、ね、最初から攻撃的に来ないでよ。いやいや、あなた喋ってそれはいなかったじゃないですか。いや、もうハトの感じで分かったもん。何ですか、ハトって。養分の。あのね、あなたデロヤみたいな。養分のコラボ、デロヤ。逃げるなとかね。ね、私の枠に、眉が病気を移したって、じゃあ俺確認しようと思って確認して、うん、やっぱりあなた病気じゃないですか。まあ、それはでも私、配信で言ってた。迷惑かけないで。うん、分かりました。あとは政治にも移さないように。分かりました。ね、ちゃんと体のこと考えて、あとはもう北海道まで、ね、病気は行っちゃったから、うん、北海道のみんなにも謝って今。いや、すいませんでした。北海道を越えて、あの性病が北海道まで行ってしまいました。すいませんって。すいませんでした。ね、ちゃんと言って、北海道の人たちすいませんでしたって。北海道の女性の方々すいませんでした。あ、男性の方々もよ。誰が男性の方々もすいません。北海道の男女。うん、じゃあちゃんと反省してね。わかりました。うん、分かってくれたらいいから俺。わかりました。ね、はい。じゃあステージありがとう。はい、ありがとうね、ヨブン。はーい。はーい、ありがとう。はーい。いや、ちょっともうしつこいです。まあ、ヨブンはな、そういう男だから。謝んないと、うん、一生粘着されそうなんで、うん、まあちょっと4日後に行ってきます、うん、整理終わったら、うん、いや、なんかコラちゃんがタイミングが合わないっていう人もいるんだよな。潜伏期間が、潜伏期間がなんか合わない、うん、誰から移されたの、うん、コラちゃんもね、うん、リマンの説、コラちゃんね、で、わかんないね。コラちゃんのLINEわかる？いや、わかんないです。わかんない。コラちゃんのLINEわかんない。うん。誰が悪いんですか、これ。結局、全部。誰が悪いの？まあ、佐野？うん、佐野が悪いの？たくま、まゆ、たくま、まゆ、全員が悪いな、全員が全員が悪い、付き合ってないのに、うん、生でセックスしてさ、まあそうですね、うん、性欲で、性欲が多いからね、うんうん、だね、エッチは生でしちゃそうですね、生でやっていいのは配信だけ、そう、生配信だけですね、うん、間違いない、誠二さんね、生はダメです。で、誠二さんは？僕は生が好きですうん、ゴムはつけないんですか？つけない、うんうん、僕の精子は優秀だから、はい、いっぱい子孫を残したい。あー、なるほど。たくまくんみたいなね、はい、あの配信者さんは子孫を残したい、僕みたいな優秀な精子をね、はい、たくさんの女性に分けたい、はい、うん、ダメ、たくまくんは、はい、僕より精子があの、うん、レベル低いから、うん、そう、冷凍したよね、精子を。まゆちゃんにもあげたい、僕の精子。ありがとうございます、うん、まあちょっともうこれをきっかけに、うん、ね、まあでもどうなんだろう、なんかコラにコラボして今配信中、コラにコラちゃんとは面識あるの？コラちゃんとはコラボバトルしたことあります。うん、じゃあまゆちゃんのわけでやりなよ、そっちコラボ。私が、うん俺のやったらしょうがないよ。もう性病の話したくないですよ。うん、性病の話、コラちゃん やりづらい、これ新鮮、じゃあ俺が行くか、俺がな、コラちゃんとな、見つけてやるか、俺がコラボ真相来るわ。じゃあ、お、
たくまに聞くか、じゃあなんで聞けばいいの。あ、こんにちは。あ、こんにちは、どうも。あの、なんか、お久しぶりです。はい、性病がどうのこうのってなんかすごいハト来て炎上しちゃったんですけど。いいから、おいで。服取って。はい。取ってじゃなくて。てめえの後、てめえでね。服取って。あの、大変なことになってます。そうですよね。はい。これ？これ？ちょっと、そうなんです。はい。どんな症状ですか？症状は、思ったからお尻にかけてが腫れてて。思ったからお尻にかけて腫れてて、はい。で、まあ、結局ヘルペスだったっていう。あ、ヘルペス確定なんですか、もう。あ、確定でした。ああ、これ誰から移されたんですか。たくまくんですかね。たくまくん。たくまくん逃げちゃったんですか。風呂入ってます。風呂入ってる。てめえの若はてめえでやれて。はい。おー、これお二人付き合ってるんです。いや、付き合ってないです。付き合ってない、セックスしちゃったんです。いや、やりまんなんです、コラちゃんも。やりまんじゃないです。たくまくん以外に最近セックスしたい人いますか。あ、全くいないです。いない。じゃあたくまくんに移されたんだね。うん。ってことはたくまくんは誰に移されたのって話なんですけど、他の女の子かな。まゆちゃんかもしれないし、他の女の子かもしれないですけど。いや、でも、うん、たくまくんが分かんないよね、誰とやってるか。分かんないし、多分暴れまくってるから分かんないし、うん、しかもなんか多分免疫下がった時に再発しやすいらしくて、うん、男の人もかどうか分かんないですけど。俺はね、たくまくんがやりちんで。え、ヘルペスは性行為じゃなくてもできるってことですかね、じゃあ。ん？ヘルペスは性行為じゃなくても発症するってことですか。いや、一回もう最初になるのは多分そういう行為してないとならなくて、はい、一回目は、初回は。でもそこからは再発しやすいから。体調、ヘルペスになったことないですね、人生。あ、そうなんですね。そう、だからたくまくんがずっと持ってたとか、まあ、私は今回初めてって言われたんですよ。だから体調崩れて再発したわけではなさそうで。そう、だから結局ね、わかんないんですよ。たくまくんがまゆちゃん以外とやってる可能性もないよ、あるよね。まあ、どうもあるでしょう。そうですね。俺はもう、うん、セフレいたんですよ。たくまがもらってきたんじゃないの、まゆちゃん以外の女とはって。どんなでしょう。2人に移したんじゃないの、だから逃げちゃったんじゃないの。うん、でもまゆちゃんなってないですよね、ヘルペス。私、いや、ちょっとそのたくまくんと、そう、最近その性行為をした後になんか異変に気づいて、なんかちょっと織物が出てきて、一緒に薬局行ったんですよ。症状を見て、多分これ感じただねって。うん、ああ、そうだったんですね。はい。はい、一緒に感じたの薬を買いに行って、はい。で、その後私配信でもなんか症状を言って、はいはい。でもこれ感じただねみたいな。はいはい。で、病院行かなかったんですけど、はい。まあ、でもこんな風になっちゃってるんで、今生理後なんで、はい。4日後ぐらいにまあ病院行ってきます。ちょっと性病検査してきます。あ、そういうことですね。はい。なんかただ発症するのが、私も今日いろいろ調べて知ったんですけど、発症するのがそういう行為があってから3日から7日とからしくて。はい。なんですよ、3日とか7日とか。3日から7日ぐらい。うん。だから、すごい短いですよね。だから、なんて言うんだろう。かなり、なんか数ヶ月前とかにそういう声があって、とかだったら、違う
だけど、その潜伏期間が本当に短いから誰から移ったのか分かりやすいっていうか。まあ私はだからその違和感を感じたのは6月の頭ですね。6月の頭。うーん、それまでは何の何も 無だったんですけど。あ、そうなんで、そうですね。分かんないですよね。うん、どっからどうなったか。じゃあ、たくまだね。濃厚だね。たくまだ。いや。東京の子だ、女の子だ。分かんないけど。うん、え、でもそれだってヘルペスって。だってヘルペスって。あれでしょ、免疫弱まってなる。あ、でもそれって1回ならないと ならないのか。あ、そうみたいです。2回目以降が免疫落ちると再発する。私ヘルペスなったことない。でもなんか噂だと水疱瘡になったことがある人がなるみたいな、なりやすいみたいな。なんか水疱瘡の菌と一緒。あ、水疱瘡なったことあります。私あります。私もあるんですよね。で、うん、わかんないし。え、東京の女の子って何ですか。いや、あのほらセフレ、たくまが東京でしょ。たくま東京でしょ、うん、だから東京がいるんじゃないのかって、うん、セフレが。たくまくんが、まりちゃん以外に、うん、あー、そういうこと。あ、そう、そっちの関東の子じゃないかっていう。あ、推理。うん、まあ憶測ですよ。うん、憶測で、うん、いるんじゃないかな。モテるじゃん、だって。ああ。うん。まあでもわかんないです。誰からどうかは。うん、逃げちゃったのが答えなんじゃないかな、こうやって。あ？逃げちゃったのが答え。今入んなくてもいいじゃん、お風呂。なんで今入ったの？いや、帰ってきてもう疲れてるから風呂入るって決めてたから。うん。こうなんでこう話に入らないの、たくまくん。私の枠だから。お待たせしました。戻ってきた、たくまくん。たくまくん、はい、聞こえる。聞こえます。あの、まゆちゃん以外にエッチしてる？担当直に聞いちゃうけど、まゆちゃん以外にこっちで関東で正直に。ん？いつの話ですか？いや、最近最近。5月下旬から6月上旬にかけて。思い当たる？なんかした？誰かと。思い当たんないです。思い当たんない。まゆちゃんしかしてない？本当？なんで、うん、はいとか言わないの？何も言わないの？思い当たる節はありません。怪しいな、なんか。なんかしてんな。本当？はい。本当にまゆちゃんだけ？こっちで、関東で。それか北海道。北海道ではやってないな。やるとしたら東京だな。まゆちゃんにも釣ってるから。北海道行く前にこっちでパコって、まゆちゃんともパコって、北海道のパコったでしょ、コラちゃんと。パンパンと。トントンと。やってるでしょ。本当のこと言ってよ。やってないです。本当にやってない。逆に眉やってんじゃないかなと。俺は眉から。あ、眉が他の男と？たくまくん以外に？私が、うん、もう去年もそうだけど、去年アンブレラとたくまで、で今年もたくま。たくま以外してないんですよ。正直嘘つきだから信じられないですよね。まゆが俺ん家に来るって話だったのに、うん、たくまと会いたい、早く会いたいって言っときながら、うん、俺にわざわざ嘘ついて狛江と配信外で飲んで。いや、嘘ついてっていうか、でも言ったじゃん、その後たくまに。たくまに来たけど嘘ついたじゃん。家臣の送迎が4時半とか5時じゃなきゃ無理でって。うん、で、それめくれたじゃん。それはたくまに怒られると思ったからってちゃんと白状に言ったじゃん。だから嘘でし
でもちゃんと認めたじゃん、それは。よくないな。認めたから嘘じゃないのかって言ったら違うのよ。嘘。嘘をついた俺に。あ、そう。いや、それはそうでしょ。たくまも私に嘘ついたことあるじゃん。何ある？山田くんの件とか。あれはでも男女間のあれこれじゃないじゃん。暴露みたいな感じじゃん。俺がみなみのことを匂わして、うん、なんだろう、ストーカー編じゃないけど、うん、またま江ノ島にいたから、ここみなみと来た場所ですみたいな配信をしたときに、それに嫉妬して怒った眉が、もう縁切るとか言う、ブロックするみたいな。うん、なったから、いや、また始まったわ、つうので、ヤーマンに、愚痴っちゃった。愚痴っちゃったの？え、なんかさ、うん、その山田がさ、私、そんなに別に、たくまに貢いだこともなかったけどさ、俺は、なんか、眉は客とホストみたいな関係ってポロったよ、みたいな山田くんが。うん、ポロったんじゃなくて、それは山田の憶測って。あ、そうなんだ。出てる。うん。でもその憶測ってことはそういうことを言ったんじゃないの？たくま。いや、言ってないよ。そうなの？うん。で、その、時間の、俺ん家来るのに嘘ついて、うん。狛江といるのはいいんだけど、その配信外なのに、狛江と手つないで歩いたり、あとは、狛江にバックハグされて、返したくないみたいな。あれも、俺のことを好きで付き合いたいって言ってる人間が、やることではないよね。俺は付き合いたくないって言ってたし、ずっと。だから俺が何か。惚れちゃってんの？たくまのこと。まあ、その時は好きだったんですけど。まあ、でも、まあ、私事実だから、本当に。たくま以外してないから。で、実際たくまさ、セフレいたじゃん。いや、俺認めてないけどね。え？認めてないと思うよ。どれ認めた？誰認めた？え、認めてたじゃん。セフレいたって言ってたじゃん。あ、マユと別れてセックスしたかってことやつね。え、セフレいたよね。居酒屋でさ、なんかナンパした女の子。いや、マユと別れてセックスしたかっつうのでしましたって言ったよ。もうだから今年してるじゃん。あの、女の子と今年してるじゃん。私してないんだよね。まあ、何の話したいのこれ。性病。どっかから。だからどっかからって。性病はどこからかって。ああ。でも性病もし俺だとして、前だとしても、それを受け入れてしまってんだから自己責任なわけよ。だから発信源を調べても意味ない。結局全部自己責任。うつりたくないならじゃゴムつければいいし、やる前に病院で検査すりゃいいし。大人なんだから。自己責任なのよ。どっちが誰かとか、そういう話じゃなくて。でもさ、たくまもムズムズしてるって言ってたじゃん。うん。違和感があるって。それは北海道に行く前に言ってたじゃん。なんか俺も違和感あるかもみたいな。なんか性病って言われると、チンコがムズムズになる。え、だからその、で、私もさ、なんか感じただったし、うん、でそれはもし、そのたくまからコラちゃんが移ったのであれば、ゴムつけないと、コラちゃんのこと大切だったのね。うん、それは、たくまが自己中すぎない？まあ俺ゴムつけるの苦手だからね。うん。それ自己責任とかじゃなくない？自己責任だろ。もし俺がここでやって、性病移ったら。だからそういう症状があるのにさ、それコラちゃんかわいそうじゃん。いや。でももう、結局、どこからなったのかわかん、多分わかんないし、まあ、別に追求する必要も多分、まあ、ないから、それは全然かわいそうではないです。こっちも大人だから、まあ、そう。です。でもさ、セックスってさ、めちゃくちゃ気持ちよくてさ、楽しいものなのに、こんなことになったらさ、なんか嫌じゃない？せっかくね、気持ちよかったのに、こんな性病が誰がとかなっちゃうと。ねえ、もう誰もしたくなくなっちゃう。誰も。この人いつも性病って言われてるじゃんってなって。ねえ。もうこの性病ってさ、レッテル貼られちゃうじゃん。レッテルがまた一個増えたわ、なんか。だから気をつけないと。ね、自己責任は自己責任だけど、うん、せっかくそのね、粘膜と粘膜がこう擦り合うんだから、ね、病気になったらさ、嫌じゃん、お互い。
ね、だから最初の出所を誰だって今追求してんのよ。再発防止。そう。で、ほら、配信者っていろんな人とやるじゃん。でもさ、私思うんですけど、うん、だから、うん、これって、周りから見ると、たくまが人狼か、私が人狼かってことですよ。うん、そういうことだね、今。これって、コラちゃんは、もう、あの、白だと思うわ。だから、どっちかだね、たくまくんか、まゆちゃんが。どっちかが人狼だとして、うん、違うって言い合うしかないじゃん、これ。そうだね、俺じゃない、うん、私じゃない。そう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 。うん。で、あの、北海道で今日騒いだんでしょ、その、たくまくんとコラちゃんが性別になっちゃったっす。じゃあ、まゆのとこにも鳩が来るわけじゃん。うん。たくまとまゆがやったって。ね、だから自己責任じゃんって病院行って終わりじゃんって言うんだったら騒がない方が良かったよね、最初からもうないないにしとけばよかった、内緒に。私が騒ぎました。まゆが言っちゃったんでしょ。まゆが先に感じたって言ったんですよ。うん、あ、まゆ発信なの。私もね、配信で。そう、あ、まゆ発信なんだ。そう、あ、ほんでそっちがハト言っちゃったんだ。いや、それはもう数日前で俺が映したみたいな感じになってて。ああ。感じたは、私が言ってたよ、ちゃんと。その、薬の免疫で落ちちゃって。うん。そうそう。まゆちゃんが騒いでない。うん。北海道組が騒いじゃったの？私です。で、まゆ、コラちゃんは誰を疑った？一番最初に。正直に。正直に言ってます。正直に。え？え？誰を疑ったの？たくまくんこの人。ああ、たくまくんね、たくまくん。じゃあたくまくんは誰にもらったと思う？コラちゃんは誰にもらったと思う？たくまくん。いや、わかんない、それは。それわかんない。ちんちんがそれ追求しないの？たくま、たくまって追求しなかったの？彼女じゃないから。誰としたの？誰にされたのってやんなかったの？付き合ってたらめっちゃ怒ります。付き合ってたらね。これから付き合ってないから追求できなかった。うん、でもまあね、ずっとそうして。ん？付き合ってたら怒る。付き合ってたら怒る。これから付き合う可能性はあるの？あります。あるの？たくまくんはあるの？あります。あるんだ。じゃあ付き合ったらいいのに。うん、それ余計なお世話。こっちにタイミングあるから。まあまあまあ、別れてるからね、まいちゃんがね。怖い。まあまあ、それは今、元彼さんは、今彼女が、もう彼女になりそうな女がいるから、元彼から言われるのはちょっとあれだからね。うん。なんか当たりが怖い、たくまくん。まあそうだ、今から付き合うぞっていう女の子が横にいるんだから。どうしてたらいいの？それも元彼さんは、どんな顔してたらいいか分かんないし。口挟んだらあかんよ、それは。もう別れてんだから、完全に。ね。うん。二人の幸せをこう、私本当に願ってます。うん、幸せになってねって、うん、優しく言わないと。付き合ったらいいやんって言うと、たくまくんそれは怒るで。そら、いや、たくまくんにもでも言ったよ、幸せになってほしいって。うん、優しく言ってあげないと喧嘩になっちゃうから。それまた言い方すいません、気をつけないと。完全に別れてんだからね。まあだからじゃあ、あの、私とりあえず4日後に産婦人科行ってきます。うん、俺も2日後に行こうかなと思ってる。うん、今生理中だから。だから生理中って行っても結果が出ないんだって。だから終わるのが多分4日後だから、4日後か5日後。あのね、ちょっとあの連投してる人いるんだけど、これね、コラちゃんがグレード3なのね。そうです。病院行って、でなんかね、リスナーさんが調べてくれたんだけど、はい、コラちゃんが相当放置しててたくまから移ったんじゃないかもしれないっていう説。いや、放置してないですね。放置してない？痛くなったの。ね、コラが前からなってた可能性が高いって。一番、いや、ないですね。ないないし、あの潜伏期間が3日から7日なんで、うん、そんなキンキンに別の方と関係持ったとかももちろんないし、うん、なんかヘルペス、なんかプリってしたやつが、うん、できてるんですけど、うん、それができたの昨日とか。あのミスターギリギリとかは？あ、してないです。してない？はい。彼もしてない？
全くしてないです。グレード3。前からなってたんじゃないかっていう説。いや、絶対なってない。ないのね。はい。じゃあ誰が悪いんだこれ。まあ俺ですね。不特定多数とやっぱ関係持ってる。あ、持ってる？まゆちゃん以外にも？いや、まゆだったりあれだったりこれだったり。え？ん？だからやっぱたくまくんでしょ？いるんだやっぱり、まゆちゃん以外もセフレがこっちに。いや今年は3人。あ、3人？山田くん。ん？いやなんかまあ、うん、言えるものと言えないものがあるけど、まあ、3人って言ってるのかな。 3人まゆちゃん以外には3人、コラちゃん以外に3人、含めて3人。3って言ってなかった。 その女の子は配信者のリスナーさん、なんて言ってた俺。2。じゃあプラ1。うわこの人さ。でも付き合ってないからね。付き合ってないから。でも嘘つかないって言ったよね。いやだから言えるものと言えないものもあるし、言う必要ないからねって言ってたじゃんそれは。じゃプラ3、プラ4。じゃあたくま。そうなるとたくまも私に嘘ついてるじゃんね。たくま。もう付き合ってないからね。え、付き合ってなかったら嘘ついていいの？うん。じゃあ私に嘘つきって言わないでよじゃあ。で好きって言って付き合いたい人間が努力しますって言ってるのに。言ってたじゃん。え、だから俺は付き合いたくないよって言ってたじゃん。付き合いたくないよって言い方も。遊びたいもんな、まだな、たくまくん。なんかずるいよね、たくまって。そうだよ、ずるいよ、うん。付き合いたくないって俺は言い切ってたのに、付き合いたい、うん、好きって言ってる人間が、なんで嫌われるのか。え、でもさ、お互いで守ってたじゃん。お互いに男女芸禁止とかさ、ルールがあったじゃん。で、たくまも、大切にしたい、し合いたいから、もう、一緒にお互いやめようよって言ってたじゃん。なんでなんかその配信で。それは、違う違う。それは、眉発信で、私はこうしたい。いやいや、たくま言ってたじゃん、それ、韓国、私にいるときにね。韓国いるとき、俺付き合いたくないのに、そんなこと言ったっけ？言ってたし、だから、配信上でなんかね、たくま、かっこつけすぎ。あなた、嘘つきすぎ、配信上で。いつも俺が悪者。別にいつも悪者にしてないし、私は配信でたくまのね、悪口とかも言ってないのに、俺はああいうところが嫌いだったとかさ、自分は言うじゃん。でも私はずっと言わなかったじゃん。言えばいいじゃん。ずっとぐちぐち言ってんじゃん。でも私が言ったら、俺を悪者にしたって言うでしょ。じゃあ俺のどこが嫌だったの？今いいな。いや、いいでしょ、今それは。だって。でも別にもういいんだよ。たくまいいんだけど、たくまくんいいんだけど、それは二人でやって、ね、二人でやる機会ないもん。だからその配信上とかで俺はね、前のこういうとこがどうのこうのってぐちぐち言うのはすごい嫌かな。たくまくん今まで言ってきてたよね。なんか揉めるたび全部言ってきてたよね、あなた。だから私、たくまの悪口もずっと言ってない。気をつけてからずっと言ってないじゃん。最近言ってないから、じゃあ今までのことはなしなの？最近でもないよ。じゃあ今年一回も言ってないと思うよ。去年は付き合った時はあったかもしれないけど。あったじゃん。50歩100歩なんよ。それ前に言ったから、うん、じゃあ今言ってないから言わないでっていうのは違うの？たくまもその時言ってたんだからお互い様だし、ね。たくまがそれが嫌だって言ってたから私はそれやめてるけど、たくまやめてないじゃん、それ。やめてないっていうか、俺言ってなかったし、今まで。言ってるよ。言ってるから言ってるんだった私。すごい不快な気持ちになるしね。あなたは記憶の改ざんがすごい、毎回。改ざんじゃないよ。狛江にキスされてないっていうのも、されてないって言い切って怒ってたし、なんならアーカイブ見たら普通にキスされてるし。昨日も配信で私になんか言ってたでしょ？気持ち悪いとか。で、そういうのも不快だから私さ。いや、俺も不快だよ。今でも不快。なんで俺だけ抑えなきゃいけないの？今まで散々そっちは言ってきといたのに。なんで今俺が抑えなきゃいけないの？言ってないじゃん、配信上で。今の話じゃない。今言ってないから言わないでは違えから。いやもうね、終わんない、たくまくん。たくまくとちょっと話しても終わんないから、もういいわ。それはもういいんだけど、ま、もう過去としていいんだけど、
はい、今後ちょっとやめようじゃん、たくま無理です。てめえの都合が悪くなったからじゃあもうやめようなんて。いや都合とかじゃなくて私言ってないけどね。だから今は自分の都合が悪くなったからじゃあやめて、もう話すのやめよう、自己都合じゃん。じゃあでもじゃあ私のことをねずっとこうやって言ってたら、うん、コラちゃんが不快に思うんじゃない？人の名前出すの？別にそこ俺とあなたの関係だからここは関係ない。今人の名前出して正当化しようとしないで。いや正当化っていうかでも嫌だと思うよ。そんなん知らねえわ。まあそっちはそっちでちゃんともう付き合ってさ幸せにしたらいいよ、うん、ちゃんともう性病治してさ全員さね、高間くんね、それはタイミング、もうさもうそっちで幸せになってまいちゃんとかの話題もしなかったらいいよね。それがだからたくま嫌なんだって。嫌なの？話題出したいの？話題出したいわけでもないんだけど、やっぱコメント欄でうん、ハトが飛ぶ？いや、いつまでもなんか俺が悪いみたいな、たくまが悪いって感じのことはちょっと言えることは言いたいなっていう、うん、だってもう別れて次の女行くんでしょ？嫌じゃない？元カノの話とか今カノさんが嫌がるんじゃない？付き合ったら言わない。言わない？いつ付き合うの？新しい子ができたら。いつ付き合うの？何月？来月？タイミング？タイミング。話題出しちゃうと トラブルになるからね。まあ。ね、鳩が来るじゃん。なんか。うん。戦争になっちゃう。うん、そうですね。だから私もあれ嫌だからね、うん、そういう喧嘩とかしたくないから過去のことをずっと言うのはさ、うん、喧嘩すれんじゃん。喧嘩したいってこと？いや別に俺喧嘩する気ないけど、喧嘩したくないって言っても俺は言うんだから喧嘩すれんじゃん。でもだからずっと粘着してくるじゃん。だって私が言い返したら数の暴力とか言い出してさ、数の暴力粘着？今までじゃあストーカーって言われてコラボの時に毎日行きました、あれ全部連絡裏で取ってます。今から行くねって言ってる。で勝手に俺がコラボの邪魔したストーカーって言われてるけど、あれ全部裏で連絡取って言ってます。だいたいそうでしょ、みんな全部そう。だからたくま来てとか言ってくる。本当に？何が甘えちゃったの、たくまに？みんなそうだよ。どういうこと？たくま来てって言ったりしたの？あ、裏で連絡、うん、あ、そのストーカーって勝手に来ちゃったってやつ、うんうんうん、言ったの？私が連絡することもある。まあでも連絡は取ってるけど、うん、今から行っていいとかね、たくまから、うん、ちゃんと事前に連絡は来てたりうん、してるよ、うん、うん、それが。で散々でもそれで俺がストーカー呼ばわりされてるけど、あなたは別にかばわなかったよね。いや私かばってたじゃん、そういうこと。かばえてないです、かばえてない。台本だったもん、じゃあ台本、台本で炎上させて。いや、まあ、台本っていうか話がもう通ってたの、うん、まあそのばったり会っちゃったとか、まあそういうのはね、あああったね、ばったり会っちゃった。そう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 、新宿、そうそうそう、あれ台本か。まあ分かるけど台本ってね、うんうん、ばったり会いましたって、あの事件のやつでしょ、なんか。でもそれって私別にあのストーカー扱いしてるわけじゃないし、うん、ね、だからその私もたくまがストーカー扱いされてるの嫌だったから、うん、例えばほらマユティ着てさ、うん、あのそのばったりっていうのもあったから、うん、そういうのもやるとね、たくまがストーカーみたいに言われちゃうから、うん、マユティ着るのは良くなかったと思うしとかちゃんと言ってたし、そういうヘイトは私してないよ、うん、いやだから眉が向けたんじゃないよ、うん、でもそれは私に言ってくるじゃん。だってたくま結果的に2人で やったことだけど俺が悪者になるよねって、その時に眉の対応はあんまり良くなかったんじゃないかなっていう話。うん、ごめんねたくま、
うん、自己保身に走りすぎてるなっていうのは毎回言ってたじゃん。うん、ほんと申し訳なかった。例えばね、台本やめな、もう。だ、たくまのことを守ってあげられなかったからごめんね、たくま。私もちょっと下手くそだから。いや、俺もたくさんは悪かったと思います。仲直りしたよ、もう二人。すいませんでした。いや、こちらこそ。うん、あ、ありがとうございます。ね、大丈夫、もういがみ合いとかやめて、もう。そうそうそう。ね、収益落ちるからね、そんな、うん、イベントもね。そういう話になっちゃってさ、相手も上がんなくなっちゃう、うん、お互い。よくないよ。ね、うん、平和に行こう。そう、平和にね。で、たくまも、うん、あの、優しかったし、うん、あの、まあ、こんな形になっちゃったけど、うん、ね、私はたくまと付き合って、うん、いっぱい思い出作って、うん、よかったって思ってるから。うん、たくまいい男だったから。うん。悪口はね、別れた人の。うん、ね、たくまくんもね、互い。もう今かなさん大事にしてあげて。うん。今かなは今はいないけど。まあいないけどね。たくまくんはその、何、女を好きにさせてセックスがしたいだけなのかな、そういうのはない、そういう節があります。もう女を狂わせて、もう自分の思い通りにセックスができるようにさせて、洗脳して。違う、そうです。そうでしょ、絶対。キモい。付き合う気はないんだけど、女を狂わせて、セックスマシーンにするだけ、いや、たまに付き合いますけどね。ああ。だから、やっぱセックススタートね。セックスが気持ちよかったら付き合うみたいな。いや、セックスだけでは付き合わないですね。やっぱ一緒に、こう、空気感とか。うん。で、コラちゃんはどうなの、まだわかんないのか、それが。いや、すごくいいです。すごくいいんだ。いい感じなんだ。まゆちゃんより。居心地とかいいの？ああ。そうですか。すいません。なるほどね。試してんだね、今ね。お試し期間ね。だからトラブルが起きるんだよ。女がハマっちゃってこうなっちゃうから、たくまくんもね、たくまたくまってなっちゃうから。ああ、だから この子が悪いわ。この、たくまくんが。もう中途半端でも。付き合うなら付き合うでさ。いろんな女に手出して、こう、続行になっちゃうから、女が。で、性病もらっちゃったでしょ、多分。いろんな女と。うん。元凶だわ、たくまくん。だいろんな被害者いると思うよ、これ。いっぱいいると思うよ。あの性病になってる女。ぐちゃぐちゃだよ、多分。いっぱいいるんでしょ、だから。セフレが、まだ。え？だから、要は、たくまくんに引っかかんないこと。うん、やりちんだが。まあ、でも、あの、いい子だけどね、うん。そこが甘いんだよ。また騙されるわ。そういうことか。うん。また好きになるわ。あ、じゃあ、そういうわけじゃない。たくま、たくまになるわ。そういうわけじゃない。あ、そういうわけじゃない。ほんと、違う違う違う。人として、嫌いになんなきゃダメだね、前の。洗脳が解かれてないもん。あ、ほんと大丈夫。嫌いになんないと。ね、それは大丈夫なんだけど。うん、ダメだね。絶対言うわ。絶対、たくま、たくまって言うわ。なんない。言うね。ガチでなんない。絶対言う。でさっき悪口言わない仲良しになったから多分かばってくれたんだと思います。うん。そう、あんまり揉めたくないから。うん。いや、洗脳は解かれてないな、多分まだ。いや、そうなっちゃう。またこれさ、北海道からこっち帰ってきたらパコプっちゃうよ、これ。あ、じゃあちょっと私。パコパコっと。いや、普通に和解したいから、うん、私もマイナス。裏で合うな、俺はちょっと合うと思うな。さ、なんかこう。やめてー、せいさんもっとやめてー、うん、やっぱバチバチがいいんですかね。いやー、それはよくないけど、バチバチも嫌だから、うん、いや、たくまがね、話題にしないことだね。お互い話題にしないこと、モテすぎなんだよね、これ。お互い話題にしないことだよ。うん、なんでハマっちゃうかな。あと他の女の子がどうなのかね、見てる子いいんじゃないの。たくまくんとセックスした子、まえちゃんの前にセックスした子は見てんじゃない。LINE とか来てんじゃないの、たくまどうなのって、私落選なのって、セフレなのって、付き合わないのって来てんじゃないの。来てない。そう、なるべくそう言わせないように。あ、言わせないしてんだ。口封じしてんだ。うわぁ、怖い。どうする、それ。まゆちゃんが
まえちゃんが忘れないと、お前、たくまのこと。いや、本当に大丈夫です。いや、それが何回もやってるから、信用がない、信用がない。いや、もし、そうだったら、うんうん、あの、北海道今行ってるんですよ、展開的に。うん。ガチじゃない。裏で繋がってたらね、沸かすぞ、つって。そうです。うん。ないですね。ないの？はい。本当に？はい。旅行は行くんでしょって言うけど、たくまくんは宮古島、誰と行くの？ん？石垣ゆめきと。あ、ゆめきくんだ。それが、まゆちゃんと行く説が流れてて。なんかね、来てたけど。まゆちゃんじゃないのね。うん。それ、いつ行くの？いつ行くの？7の中旬？ 7 月中旬。7月の中旬。私、誕生日だから、うん。絶対に家にいるし。ああ。沖縄も行くの？石垣島にちょっと。おぉ。3、4泊？うん。じゃあ、まゆちゃんじゃないわ。それは、なんかデマが流れてるわ。まゆちゃんと行くんだろうって。そうそうそう、そう。うん。まあ、僕も今、なんだろう。あ、出雲大社も行かないよ。うん、行かないよ、これ。なんか前に行くって約束したけど。ゆめき行かないって言ってんの？行くでしょ？ゆめき行かないらしいって来てるけど、本当なのこれ。いや、まあ、この前、コラボつなげて話しただけなんで、まだ不確かではあるんですけど。うん。まあ、俺が瓶取ってから、瓶取る前にも話して、普通に。うん。詰めようかな、ぐらいで。うんうんうん。え、なんで失恋って言われてんだろう。誰が？私。失恋って。失恋したの？した？した？俺に？うん、失恋した？失恋した？え、した？いや、してないと思うんだけど、うん、してないです。なんなんだろう。でもこの配信するまで逆になんていうの、コラがストーカーだと思われてたじゃん、うん、ストーカーだと思われてるし、こっちが一方的にガチ恋みたいな風に言われてたけど、まあ、もう何も言えなかった、ずっと。俺もかばってはいたんだけどね。でもかばってくれてたから、配信上、すごく嫌な思いしたとかはないけど、まあ、かわいそうとか、ストーカーとか言われてるのはずっと耐えてたし、ずっと嫌だった。ごめんね。うん。いや、ごめんね、じゃない。じゃあ、4人で行く？誰と？まゆと俺と、たくまくんと、コラちゃん。どこ行かないです。沖縄。沖縄、でも沖縄行きたいですよね。ダブルデート。あ、でも行きたいですね。せいじさんと4人で行く？うん。気まずいかな？いや、気まずくないですね。大丈夫？はい。その頃には性分治ってるでしょ。いや、ね、治ってます。気まずいわ。7月の中旬。うん、どっちがいいデートをするかね。いいネタ？いいデートをする。いや、それは素敵なデート。デートプラン。ああ。男のね。企業で話されるじゃん。レベルが違う。うん、ダメかな。どっちと付き合った方が正解だったかっていう。ああ、どうする？いや、僕は全然ありです。うん、コラちゃんはありですね。大丈夫、行きます、はい、うん、でも店は、8月以降なら、8月以降もう冷めてるよ。ちょっと7月はいけないです。うん、いや、7月いけないんだ。そうなんです。うん、お仕事が先ですね。あの、一個だけ聞きたいんだけど、たくまくんはさ、コラちゃんには仲出しなの？そういう、あの、下の話は、うん、一緒しないです。罰下ネタ多分でも NL だろうね。赤ちゃんできたらどうすんの？できないです。本当に？してない。できないです。本当に？あの、責任取れる行動しなきゃダメだよ、二人。はい。ね、あの、そう、もともと生理痛ひどくてピル飲んでるんですよ。うん、うん、そうそう。だからどっちにしてもできない。うん。うん、大丈夫なの？はい。うん。じゃあ整備だけ気をつけないとね。
そうですね。うん。ねえ、僕も人のこと言えないんだけど。生はいいよな。生はな。生はいいよな。気をつけようね、高岡ね。はい、すいませんでした。うん、じゃあ2人楽しんで。はい。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、喧嘩はダメよ、あっちゃん。ね、喧嘩じゃ。病院行ってね、ちゃんとね。はい、ありがとう。4日後行きます、私は。うん。マイクがバグる時あるんだよね、これ。そうですね。マイクが。聞こえるかな？聞こえる？まあ、だから。ああ、聞こえるかな？まあ、これが、うん、私は知ってたから、うん、数日前にね、まだこれは配信で、まあ、うん、みんな多分知らなかったというか、うん、この感じがね、私は知ってたからこれ、うん、そうだから吹っ切れられたわけ、うんうん、そうそうそう、私はこれもう吹っ切れましたね、うん、完全によかったじゃん、一件落着や。そうですね。うん、ね。じゃあ最後に皆さん、無料相手もまゆちゃんに。あ、お願いします。僕にはナイスお願いします。あ、せいさんにナイスお願いします。ナイスお願いします、うん。寝る前にナイスだけお願いします。アメリカンドッグまゆちゃんにもあげてください。あ、ありがとうございます。私もちょっと今やってて、よかったらお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よかったことで、揉めないで済んだね。そうですね。うん、あ、ありがとう、いっぱいありがとう、ありがとうございます、トラブルは避けないといけない、そうですね、課金サイトだからね、うん、いかに平和にクリーンにやらないと、うんうんうん、うん、そんな性病ぐらいでさ炎上させてどうすんの、くだらないよ、くだらないですね、うん、ね、うん、ありがとう、台本あったんだね、うん、台本やんないよ、そういうのね、台本はバレちゃダメだね、うん、生はいいよね、生、僕も生好きだからね、一回やっちゃうとね、もうどんどんつけなくなっちゃう、うんうん、生でしていいのは、うん、結婚決めた人だけ、この人だったら結婚してもいいなって思った人だけ、そうですよ、誠司さんもね、もうどうなってもいいわ、この人だったら、あ、そうじゃないとダメ、誠司、うん、さんもね、そう、うん、ね、うん、皆さんもそうですよ、うん、ね、生で中出していいのはこの人だったら人生一緒に歩んでもいいなと思った人だけでお願いします、うん、ね、相当好きな人じゃないとダメ、うんうん、ちょっと説得力ないかな、いや、そう、まあうまあ ねみんなクズだから、うん、うん、クズばっかり、ふわっちゃんはそういうとこだから、うん、うん、ね、まあでもね、うん、なんか話してよかったなって思う、みんなクズ、まともなやついないんだから、まずふわっちで、この性病がきっかけでね、うん、まあちょっと話してよかったなって、よかったね、うん、ギスギスしないでよかったね、そうですね、うん、ね、うん、せいさんにナイスお願いします、あ、ナイスお願いします、皆さんよろしくお願いします、あ、すごい、もう843ナイス、843ありやす、うん、ケベラスだから頑張ろうね、そうですね、うん、カテゴリー3位目指してまゆちゃんは頑張ります、この後もせい、うん、さんは、うん、まだもう寝るんですか、俺もう寝るよ、あ、寝るんだ、うん、とりあえずね、明日朝あるから午前の部が、あ、今寝て朝からイベント配信、そう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 、そうしようかな、まゆも、このあのね、時間帯もあるからね、この2時っていうのは、うん、もうお布団入って寝ちゃうから、そうですよね、こう熱くならない気持ちが、はい、熱くなるのはやっぱゴールデンタイムだから朝と、うん、この時間帯はカキーンってしないのよ、うん、カキーンって